どうも、こんばんは、なっちでございます。今ね、ちょっと時間があったんで、裏闘技場リベンジしようかなと思ってやってたら、ここまで来れました。この動画で、まあ、この辺まで来れたら撮ろうと思いますって言ったんですけど、いや、本当に来れるとはね、思わなくて。ということで、これを倒したらヘラ系がいて、その後が、カーリーじゃない、メタトロンカーリーか。なんで、エンハも残ってるし、次の、あれですね、ヘラ次第かな。そこで、ベオクとか引かなければワンチャンあるんではないかということで、まずはこいつを倒しましょう。でこいつ規範弦あるんでね、ドラゴンラッシュでもそうですけど、裏になるとこいつらその属性の半弦がついちゃうんですよね。さあ誰だ。お、いい、あ、根性ついてんだ。根性ついてんのか。なるほどね。じゃあワンパンすると 100% が飛んできちゃう可能性があるのか。なるほど。まあ、別にいいけどね。100% 飛んできても構わんけどね。まあ、でもなんか怖いんで、調整はしたいな。で、まあ、どうせあと一旦で、サマーソルトが溜まっちゃうんで、一旦溜めて、サマーソル倒すってのもありですよね。サマーソがね、イカ君も入って毒も入るんで、ほんと優秀なんですよ。使ってて思ったんだけど、仮面は毒で倒せるし、強っ5万って。そう、仮面毒で倒せるわ。根性系は倒せるわ。なんかフォンシーとか、あの辺も威嚇入るし。なんかもう、毒耐性じゃなくても普通に優秀なんだよね。毒耐性だけで見なくてもほんと優秀で。モンハンコラボ一番の当たりはもしかしたら両レイヤーだったんではないかっていうね。そんな疑惑まで立ちました。はい。謎の落ち込んで死んでしまいました。まあでもこれは勝ちですよね。さすがに。ね、エンハ残ってますし。そう、この前の編成から変わったのは、ソニアをもう一枚入れて、その根性をね、いらないんですよ、追い打ちが。そもそも、今のイースみたいなキャラクターじゃないとワンパンできなくて、例えば根性を持ってるデッキで言うと、まあトトとかはね、このダンジョン持ってるんですけど、できるんですけど、ゴエモンとかもなかなかワンパンできないんで、あんま必要ないです。なんで今回はソニアにして、あとエンハ2枚にして、まあ、前回どんな編成だったか忘れましたけど、エンハ2枚入れて、で、ライナーは今回いないんだったかな。まあでもライナーあってもよかったかなって思う場面は結構ありましたね。はい、ということで倒します。で、あと、そのサマーソルト尻尾攻撃をつけて、毒耐性 100% プラス、威嚇と、あと毒ですね。それをつけてきたっていうのが変わったポイントですね。まあ、あとね、いろんな方にこうアドバイスいただきまして、勝てたね、編成こんな感じです、みたいな感じでいっぱいアドバイス受けまして、まあ、それでこんな感じになったんですけど。まあ、でもね、結局運ゲーですね。これも、5回目ぐらいかな。でいけたんで。はい、ということで勝てました。ありがとうございます。まあ、裏闘技場はね、てか闘技場は P を倒すまでが闘技場ですけども、まあさすがに負けないでしょう、ここから。ということで、ぜひね、緑ソニア持ってる方やってほしいですね。サブもまあ、ラグドラ、オデドラがとりあえず1枚ずついたらどうにかなると思うんで、あとはもう運ゲーとパズルですね。まあ、パズルも延長されるんでそんなに必要ありませんけどね。はい、道中はこんな感じでした。ガイア、カマエル、セブンザード、イースですね。ちょっとツイッター用にスクショ撮ります。ガイアもね、レイヤー武器でできるんですよ、威嚇がね。なんで、非常に楽でした。それでは、こちら回していきましょうか。いやー、嬉しいですね。できれば、ラグドラとかの進化素材が欲しい。ハイスフェルゼンとかでも全然嬉しい。いや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 、ミルとスカーレットはさ、ね、あの辺はさ、素材じゃないじゃん。ノルディス欲しかったなー。ノルディス、ヘキサデオンに使いたかったんですよね。まあいいでしょう。
はい、ということで僕の裏闘技場クリアはこんな感じでした。初クリアはね、またね、またフルでどっかで動画撮りたいと思います。ちょっと僕も納得いってないんで、なんか勝てちゃったみたいな感じだったんで。あとなんか進化用キラーつけると仮面が楽みたいな話は聞きましたね。ということで以上ナッツでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。